こんなもん作られちゃ仕事やる気なくなっちゃうよ。大魔党演舞以来うちに仕事の依頼すごいもんね。いいかドロイ、エビーにいいとこ見せるんだ。いねえけどな。当たり前、俺たちだってやればできんだよ。そういえば夏とグレイも珍しく二人で仕事って言ってたな。あの二人が珍しい。そうか。あいつも男だ。意味わかんねえし。たく、お、いいね。次は俺も頼むぜ。自分でやれ。おいおい、それはそうと。違うの、あれはあいつが勝手に。んなことはどうでもいいよ。お胸の両親ウェンディはと。ウェンディならエルザと仕事よ。あ、そっちも二人で回転ナノ。さっきからあそこに。あら、本当だ。つー、あ、レイヴンテイルのフレア、なんでこんなところに。この、何すんだよルーシー。あいつは、あの人、そんなに悪い人じゃない。あは、すごいらしいぞ。わかったわかった。こっちも隅々まで頼むぜ。ああ、もちろん。うちに入れるの。かぶってる。子供は何人欲しい。バカ野郎、お前との子供なら100人だって構わねえ。いいね。プンプン、うちのお風呂狭いもんね。プンプン、おかえりなさい。邪魔をしているぞ。なんか懐かしい。プンプン、バッチリだ。キャッチ、近場のはずだからちょっと見に行ってみようか。別に心配してるわけじゃないんだけど。てめえ、いい加減にしろよこのクソ骨。それはこっちのセリフだ、変態野郎。お前たちその辺にしないと。早く帰ってスイーツでも。うわねえ、エルザ、なんでここに。仕方ねえな、二人ともガキじゃあるまいし。ご苦労様です。お前ら二人を指名の依頼書じゃ。まだかよ。そっか、そういう理由で。空気も美味しいし、風も心地いいな。なんかピクニックみたいで楽しいよね。二人だけじゃ心配だからついてきたけど、先が思いやられるわ。草木は静寂を好む。理解したならその忌々しい口を閉じよ。草木も花も人間の声は大好きなんじゃ。あなたが聖天大魔道のウォーロッド・シーケン様ですか。いかにも。わしの緑の魔法を持って砂漠の広がりを食い止める。を守護する永遠の炎さえも凍りついていた。炎が凍りついて。それなら簡単だ。俺の炎で全部の氷溶かしてやる。そういうことなら俺は必要ねえだろう。この大陸にはわし以上の魔導士は山ほどいるし、大陸を出たらそれはもう。その依頼引き受けた。おう、私たちに任せてください。頑張ります。やはり大したお方だ。大自然を操る魔法とは。あなたの思いは若者たちに受け継がれておりますぞ。よし行くぞ。村で飯を食えば酔いは治る。あっちょ、そういう状況じゃないって。でこー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 。ちっさ、ウォーロット様は今頃。あいつだ、シェル。これからは何でも言うこと聞くからさ。悲しむこと。とにかく早いとこ助けてやらねえとな。俺の炎で溶かしてやら。そう簡単にはいかないか。けど誰かの魔力に似てんだ。ダメだよ、みんなもっと驚いて。どこに驚きゃいいんだよ。だな。それは黙って言うんじゃねえか。
煙の炎はこの村の守り神でとても大切なものだと聞きました。勝手に取っちゃうなんて泥棒じゃない。超秘宝ってなんだ。ムーンドリップだ。超アバヨンドゥー。液体にできたのか。天下奪え。待て、その雫があれば巨人を助けられるんだ。超天。そういえばエルザは何か他の手がかりを探すって村に残ってます。巨人王国。いやだましい、泥棒は泥棒だ。めんどくせえな、やっちまおうぜ。超やっちまうドゥー。燃えてきた。こいつは守っていたのか。守る？何を？村、巨人の向きとは逆の方向に永遠の炎がある。ああ、こいつはどうだ。カリウの四つ撃ち。これで終わりだ。こんなに簡単に村の宝が見つかるはず。何事だこれは。エルザ、勝負しようぜ。今なら勝てる。いや、それどころではない。トレジャーハンターギルドを決める大秘宝演武、超優勝ギルドだぜ。そこらの魔導士じゃ俺たちとはやり合えないぜ。それがそこらの魔導士じゃねえんだな。アクタリウス、お任せあれ。何？それがしもまた弓の名手であるからして。ルシー、オッケー。セインブレイド、ガンナー形態。やっぱり初めからあの量のムーンドリップで。ブツならお尻にして。氷の溶けた地面から誰かの声がする。呼んでるみてえだ。何を聞いたんですか。とにかく追いかけよう。はい、待って、おいらも。誰の声だ。くそ、思い出せねえ。ミネルヴァ。フッ、躍動イゴール。ホウッセとロホセフィア。これで終わりだ。ラウド。私だけではない、セイバートゥースの魔導士たちもお前の身を案じていると聞く。おお、一体どうなってんだこりゃ。ガキになっちまった。おい、ゴリ、スティングやローグたちはお前を探している。かつての仲間に恥ずかしいとは思わんのか。もっともその姿では何もできんだろうがな。この姿、貴様の仕業だったのか。考え方の幅が広がったのだ。覚悟せよ。
これは大魔党演舞のようなお祭り。うまく動けねえ。ガリューの本番。そんな。ズリーゾ、お前。いった。お前どんなパンチ力してんだよ。お前の防御力も。ガキにはガキの戦法があるんだ。懐かしいなこれ。ウェンディ大丈夫？すみません、地面が凍ってて。さっき飛んで行ったけど戻ってきたにゃ。また一緒になりましょう。ドゥーンといただいてくぜ。なんなのよこいつら。あの小瓶のことはすみません。やめなさいよ、まだ生きてんのよ。生きてようが死んでようが宝じゃねえものに興味はねえ。争うつもりはなかったけどひどいです、放っておけません。村人を傷つけるつもりなら私たちが。あのガキ、このまま放っとくわけにはいかないんだ。